スポーツクラシックナンバーポッドキャスト、スポーツをもうちょっと深く知るナンバープレミア担当ディレクターの和久井健作がお送りをしていきます。本日は大好評発売中のナンバー1108号、ベイスターズ史上最大の下克上ベースボールファイナル2024について担当デスクの田村君とお送りをしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは重版出退ということでおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。いやー素晴らしい。去年の日本シリーズ号も重版かかってたということ で、ね、2年連続この秋の野球特集で重版かけられるのは編集部としてはすごい嬉しいですよね。そうですね、まあ、今年は特にあのワールドシリーズと日程が被ってましたので、うん、あの日本シリーズがどのぐらい盛り上がるのかというのは不安なところもあったんですけれども、うん、ナンバーでは毎年日本シリーズの日程に合わせて発売日決めていますし、はい、必ずどんな組み合わせになっても4試合で終わろうと、うん、試合までもつれようと日本シリーズ特集を作るという体制で秋を迎えるので盛り上がってくれたらいいなと思いつつ、あとは開幕の前日にあの小久保監督が、はい、ここは日本ですからとワールドシリーズに負けないぐらいの盛り上がりをお見せできるようにということをおっしゃられていて、まあ、それにすごく勇気づけられた。なるほど、面白いですね。でもやっぱりこれだけ10番かかるほどの反響があってたのはやっぱりベイスターズが26年ぶりっていうところが大きいですかね。特に強いホークス倒してというところも大きいと思いますし、2連敗してからの4連勝ですもん ね、 そうね、シリーズの展開も面白かったですね、うんうん、確かに。特集の内容記事についてはちょっと別のポッドキャストでお話をしてきますけれども、今回はやっぱりちょっと写真について話をしていきたいと思います。非常に印象的なのは表紙ですよね。これどういう写真か説明をしてもらってもいいですか。これはあの第6戦の日本一決定の瞬間にセカンドの牧選手とショートの森選手がジャンピングハグしている写真ですね、はい、なるほど。これ考えると不思議でマウンドに行かなかったんですね、この2人はすぐに。そうですね、マウンドでもみくちゃになるっていうのが大体恒例ですけれども、この2人はお互いのところをめがけて走っていったんですね。しかも結構なんていうんだろう、歓喜の絶頂というか、すごいしっかり空中でダイビングハグしてますね。二人入館ですと強烈な打球にさらされ続けてきて、何かお互いにしか分からない解放感みたいなのがあったんじゃないかなとそうですよね。いやでもこれすごいいい表紙で、たださっきの質問とも重なるんですけれども、これ撮ってるのが、弊社の写真部の佐々木直也さん、大ベテランのカメラマンですけれども、この写真撮るのってなんか意外に難しい気がしていて、普通はもっとな監督とかマウンドとか狙っちゃう気がするんですけど、どうしてこれを佐々木さんが撮れたんですか。まあ、王手をかけてベイスターズが今日胴上げかもしれないという段階で、はい、カメラマンナンバーから3人行ってましたけれども、はい、牧選手を狙ってほしいという指示を出していたので、牧選手を狙え、まあ、もちろんチームの顔であるという意味もありますし、はい、WBC の時に大谷選手がトラウト選手を三振に打ち取って優勝の瞬間、うん、ベンチから真っ先に大谷選手に飛びついていったのが牧選手だったわけですけれども、スルーされた案件です、ね、彼にかわされています、はい、やっぱりあの印象が、はい、優勝の瞬間牧選手だったら何かアクションをしてくれるんじゃないかと期待があってですね、うん、写真としてこう勝ったことが一目で分かるような絵になるんじゃないかなという期待も込めて、なるほど、選手を狙ってほしいという指示を出していたんですけれども、カメラマンも日本シリーズはうちから3人行ってますけれども、3人ともに牧選手を狙えという指示を出してたんですか。そうですね、3人は、1塁と3塁とバックネットと配置されてますけど、まあ、牧選手がどこに走っていくかわからないですから、3人に狙いは統一して、その3塁側にいた佐々木カメラマンがあのセカンドの牧選手正面に捉えたというのがこの写真ですね、はい、カメラマンってやっぱ写真でやっぱりカメラマン その押すセンスだとかフレーミングのまあ技術だったりだとかいろいろあると思うんですけど、今の話聞くともう田村采配大的中って感じじゃないですか。それは本当にたまたま指示したからといっていいものが撮れるわけでは、うん、なるほど、この写真ネット書店とかであの初映があの公開されるとすぐに SNS 等で特に X で話題になってました。でその理由が、26年前98年にベイスターズが日本一になった時のナンバーの当時の特集号が佐々木投手と谷繁捕手がやっぱり空中でマウンドの近くで抱き合ってる写真で、ベイスターズの日本一でなんか主力2人が抱き合うみたいのってなんかすごい掃除系になっているっていうんで、結構それ話題になっていたなと思うんですけど、これはじゃあその
狙ったわけではなく、牧選手をでなんとなく表彰を作りたいなとイメージしたところ、たまたま同じような。そうですね、うん、もちろんあのナンバー457の佐々木投手と谷繁さんの抱き合ってる表紙というのは念頭にありましたけど、お二人きりの写真ないです。優勝の瞬間のこういう場面が珍しいですから、そこまでこれを期待して支持していたわけではないんですけど、うん、たまたま二人の抱き合うという構図になったと、ね、すごいですよね。26年分のなんか26年ぶりの偶然というか、それが起きていたっていうのもなんか SNS 上で話題になることは今雑誌の売り上げにもつながりますから、いいなんかサプライズになったんじゃないかなと思いますよね。いや、この写真は本当になんていうの、一瞬の感情というか、その日本一になったっていうことが一枚の写真で伝わる本当にいい写真だなと思いますので、ぜひこれはベイスターズファン一家に一冊とっと価値があるものじゃないかなと思います。であと紙面、雑誌の記事の中でも印象的な写真が何枚か僕の中では見つかりました。田村デスクの中ではどうですか、何かこれ使えてよかったなみたいな写真ありますか。まあ、第3戦の桑原選手がセンターでダイビングキャッチしている瞬間の見開きの写真ですね、うんうん、これはすごい迫力もあって、あの杉山秀樹カメラマンの写真ですけれども、うん、これはすごい一枚だなと。まあ、連敗して福岡に移って、まあ、このワンプレーで結構シリーズの流れも変わったなと、そういう試合展開の上でも重要なプレーでしたし、あの写真をじっくり見ても結構面白いですよ、ね、そうなんですよ。福岡ドームの多分ライトの関係なのか、桑原選手の右と左に両方影があったり、桑原選手がそのボールを見ていないで飛び込んでいたり、その目線が気になったりとかいろいろありますよね。こんな状態に空中でなるんだなっていうのがすごいですよね。しかもそれを結構その真ん中より少し上に桑原選手を置くような形で写真撮ってると浮遊感というか、その結構広いところをセンターが一人守ってるなみたいなことも伝わるし、投手もそうですけど、やはり地面が映ってることでどのぐらい飛んでるのかとか、うん、そういうことも伝わってきますよね。そうですよね。杉山秀樹さんの写真、あのクレジットを見ると今回のゴールの中でやっぱすごいキーになるというか、なんかアクセントになっていて、なんかあ写真上手だなとかって思うところも多かったですよね。本当にすごい反射神経というか、よくこの打球が飛んだ瞬間に皆さんと合わせられるな、めちゃくちゃ早いですからね野球。プロのカメラマンはすごいなといつも。すごいですよね本当に。それ同じ性能のカメラ撮っても持ってても絶対こんな風に撮れないですからね。何かそういうまあ決定的シーンのシーンのその写真も何枚かあの見開きパンと印象的に使われてますけれども、何か小さい写真とか、なんかそんなこんなこともあったねみたいな、このシーズンこんなことあったねみたいな、なんか視点では何か印象に残ってる写真ありますか。そうですね、第2戦のモイネロ投手のピッチャー返しくらって痛そうにしている写真ですとか、うん、これも結構ボールが跳ねてサードの栗原選手が拾いに行ってる、めっちゃこれ痛そうですよね。これでもね投げ続けましたから本当にすごいなと思いますし、野球選手は普通立ってらんないですよね。あと第3戦 の東投手が指笛を、はい、主審に抗議している場面ですとか、結構そういう細かいシリーズの中で起きた出来事も写真で表現できて、なるほど。第6戦の浜口投手が観客に向かって煽るような仕草をしている写真ですとか、うん、こんなシーンありましたっけ。これが結構最後印象に残った、盛り上がりを、なるほど、出ましたね、スタンドスタジアムの、はい、なるほどね。いやなんかそういう意味で、ね、やっぱ写真があるとやっぱ情景がもう一回蘇ってきますし、あこんなことあったんだって発見もあるし、いや今回あの表紙の写真が象徴してますけれども、2020年の日本シリーズっていうのを切り取るのにすごくいい写真をカメラマンが撮ってくれて、それをデザイナー陣に使ってくれてるなという感じしますよね、はい、本当に2020激闘だし、まあ、ベイスターズファンにとっては歓喜の26年ぶりの日本一だったシリーズを振り返るのには最適な一冊だと思いますので、ぜひ一家に一冊ということで、10番もかかったナンバー1108号ぜひお手に取ってみてください、今回は、担当デスクの田村君とお送りをしてきました。ありがとうございました。ありがとうございました。